はい。3245回始めます。8月24日土曜日入ったところですね。まだ早朝ですよ。うん。えっと、今日は順調にね、本数こなしてますけども、はい。えー、ちょっと急いでいきますよ。3時、ちょうど3時ですね。はい。朝日新聞からコンビニ強盗の話なんですけど、コンビニ強盗未遂かな金出さんかいと。うん。無理。ということですね。コンビニ強盗未遂容疑で、 店員が犯人を取り押さえるということで、はい、8月17日午前1時45分頃やっぱりね犯罪は深夜に起きるんですよ、うん、8月17日午前1時45分頃尼崎市兵庫県尼崎市立花町4丁目のコンビニエンスストアローソン、えー、尼崎立花町というのかな 立場の町4丁目店に男が押し入りレジにいた男性店員39歳に「金を出せ」「出さんかい」と叫びながら工具を突きつけましたということでねレジでね工具出しながら「金出せ金出さんかいと」うんうん、いうこと尼崎北署によると店員がね39歳の店員が「無理」 ととと伝えてそのまで百通報したということ男が店外に逃げようとしたところを店員が追いかけ、ね、取り押さえ、背後から取り押さえ、強盗未遂容疑で現行犯逮捕、ね、駆けつけた商員に引き渡したということで、ね、逮捕されたのは近くに住む無職の男70歳、生活費が10万円ぐらい欲しかったと、うん、いうことでね、容疑を認めてるっていうことですね、抗議は長、あ、工具、ね、使われた工具、 使われたっていうかねあの脅しに使った工具だね、うん、長さ3 0ンチぐらいのラチェットレンチっていうことですねはい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 っていうもので、うん、ラチェットレンチをねあの見せてね「ね金田さんかい!」って勢いよく70歳の男性が言ったんだけどもね店員の39歳の男性がね「無理」って言ったんですねそそんであの無理とと言われてて逃げ出そうと思っったらら店員が追かかけて背後からね。 あの取り押さえてその場で現行犯逮捕ということですねはいこれについて思うのがまた3つ4つありますね一つはこれね事件が起きるのは大体深夜ですよということコンビニ強盗まがいのか最近多いねこうやってねうんあのやっぱ深夜よコンビニ周りでいろいろ起きるのはまあ具体的に言ったら夜11時ぐらいから朝5時ぐらいまでこの間の6時間って言ってもいいんじゃないですかこのぐらいねあのー 深夜11時ぐらいから明け方ぐらいまでの間っていうのはやっぱりお客さんも少ないし田舎だったら特にそうだけどね店員ぐらいしかいないからね百1番通報されてもまあね警官来るまでまあそれなりにかかるからね5分とか10分とかおそらくうん時間かかるからあのこれぐらいの時間ね事件が起こるのは深夜だよということ一つあともう一つはこのコンビニ強盗ねあの70歳の男が犯人ですよっていうことでね あの高齢者年金受給世代の人たちあのお金に困ってる人多いね本当に私もひと事じゃないよ私も一言じゃないしあのやっぱりね年金、うん、あのどうだろう人によるけど、うん、少ないよね、うん、それで十分生活できるっていう金額もらってる人は少ないよ、うん、これからはねも,もっともっと少なくなってくるからで高齢者のねあのー、人数増えてくるからねあのー あと人口に占める高齢者の割合っていうのも増えてくるから犯罪に占める高齢者の割合っていうのはますます増えてくるってことでですねはいそれが2つ目、ね、高齢者犯罪増えてきてると今回も70歳の男ですよとあと3つ目ねあのかっこいいねこの店員39歳サクッと捕まえてるねサクッと、うん、これサクッとやってるけどまあ私もね70歳の男だったら、うん、この現場に立ち会ってたとして 捕まえられるかなって気するけどやっぱ勇気はいるよね、うん、これ捕まえるのはねラチェットレンチね見せてたけどやっぱそれだけでもねもろクリーンヒートしたらこれ骨折れるからねラチェットレンチ3 0ンチのやつで思いっきり殴られて当たっちゃったりなんかしたらね骨折れるかねあの痣になるかね分かんないけど何かしら怪我はしますよそのねリスクを負いながらこうやって捕まえたっていうのは39歳のとこ ままあまあ、まあ、見事だっていうのと現行犯逮捕してるってことよこれ、まあ、常人逮捕、うん、つまりあの逮捕ってねあの3つあるのね現行犯逮捕通常逮捕あと緊急逮捕、うん、っていうの3つあるんですけどその3つのうち警察官は全部できるんですねもちろん。大体警察官が逮捕ってったらね逮捕って言ったら警察官がすることになるんだけど。 一般人、ね、警察官じゃない我々、ね、あの中学生の男の子だって女の子だって、ね、あの20代の女の人だって、ね、30代の男の人だってあの70、80の高齢者だって、うん、現行逮捕できるんですよ人それは現行犯の場合ですねこれ逮捕できるこれを、ねまあユーチューバーとかでね現行犯対応とか <laughs> あの対応してる人、うん、いるけど最近はねあ,のあんまりすべきじゃないよね。うん、現行犯ってその 逮捕容疑がねその痴漢とかね、うん、ああいうのでやってるからああ、はいうの見てると盗撮の疑いとかでね、うん、YouTuber のやつとか見てるとねあれは微妙だから微妙っていうかね逮捕したものの、うん、実は盗撮なんかしてなかったよと実は痴漢なんかしてなかったよっていう場合にはもうほんと人権問題になるからあの現行犯逮捕って難しいんですよ、うん、扱いが。でこれも書いてある通りこの基地による通りあのね男がげ。 店員が39歳の男が70歳の男を,を取り押さえ強盗未遂容疑で現行犯逮捕、ね、逮捕したのはこの店員ですとで駆けつけた署員に引き渡したってなってる、ねはいこのパターンですよだから逮捕したのは店員が逮捕したんですよとで逮捕した状態で警察署員に引き渡したっていうこと。うんこの 一般の人も、まあ、あの現行犯逮捕できます人を逮捕できますっていうことこれ3つ目ですね感じるのははいということですうんあのなかなかできることじゃないと思うよこれ39歳の人ねあのかといってよくやったなんていうのもどうかと思うけどねまあねうんラチェットレンチね、うん、まあまあこれどうなるんだろうね うん強盗未遂容疑ってまあこれ生活費に困ってみたいな感じだと思うんでおそらくこれ、うん、うんどうだろうこの人前科あるかどうかにね70歳の男で前科あるかどうかにもよるんだろうしあの余罪ねもしかしたらあるのか何かもあでもあると思うんです、うん、過去ね、うん、でもよると思うけどもまあ執行猶予かな。 って感じですねこれね強盗未遂強盗は重いからこれ、うん、セットと比べて、うん、ねラシェットレンチ持って脅してだからねそんで金出せって言ってんだからまあ、もろ強盗だよねだから強盗未遂だねこれね執行猶予つくような気がするね高齢者だしはい。 とということでお金に困ってもね、こうやって、あの品すればどうするっていう形にならないようにね、まあ気持ちはわかるよ、気持ちはわかるんだけど、お金ね、あの必要だから生きていくときにね、お金ないと本当にね、なんていうか、惨めだからね、ならないようにね、皆さん、あの貯蓄するでもいいし、あと基本、75までは働くっていうね、これ基本だから、のこの70歳の人も働いてりゃいいのよ、仕事あるからね、選ばなきゃ。 今の時代ねあの働くっていう気持ちだけ持ってると違うと思うよ。あのもう高齢者の定義おそらく75になるから近いうちに65からね75になるからまあ,あのアラフィフの皆さんねそれ以下の皆さんなんていうのは絶対75まで働かなきゃなんないから、うん、年金もらえないから、うん、絶対変わる、うん、法律とか規定とか変わるから。 あの75までは働くつもりで生きていきましょうということで終わりたいと思いますチャンネル登録高評価お願いします失礼します